改めましてバンディ石田です。さて今日はですね、少し重いテーマなんですけども、僕たちが生きていて人生に感じる不安ということについて、最近僕が思うことを考えてみたいと思います。不安、英語だったらエンザイティとかインスキュアとかいうことになると思うんですけど、僕たち人間は不安を感じますよね、生きていると。で、これは進化の過程で、この不安や恐怖を感じることで、この危険なものから身を避けてなるべく安全に生きていくように備わった生存本能のようなもんだと思うんですが、今という時代はですね、この生存ということに関わらず、まあ不必要な不安をたくさん与えられて、みんなしんどくなっちゃってるんじゃないかななんて僕は思うんです。以前僕はですね、テレビのニュースの記者をしていた時代があります。でね、この仕事でこの取材に行くわけですけども、現場に立ってみると、このテレビの画面から受ける印象と、それから現場のリアリティというものには随分と開きがあるなっていうのをいつも思ってました。ですからなるべくこのテレビを見てもらう人には、まあ推し量って見てもらいたいななんていうことを考えてました。だけどメディアというのはどうしてもね、このショッキングなものとかセンセーショナルなものをこう売りたがります。これはね、なんかまあ宿命的なもんと言ってもいいかもわかんないんですけど、ある程度しょうがないと思うんですよね。で、メディアだけではなくて、まあ、産業の方もね、きっと江戸時代ぐらいだったらね、今日明日必要なものを理解することで、まあその時代の経済というものが成り立ってたんでしょうけど、現代という時代はもう人口は増えちゃったし、それから経済のシステムもどんどんこう複雑になってるので、もう未来のもう先の心配をするようにどうしてもこのなっていくと思うんですよ。で、まあ小学校に入ったらもう大人になったらということを心配させられて、で高校や大学ではもう就職のことを心配させられて、で就職したら今度結婚老後の心配させられて、で今を生きるのに不必要な心配をいっぱいさせられてるんじゃないかななんて僕は思うんですよ。で、この昨今のムーブメントいろいろありますよね。ミニマリストとか断捨離とか、それからマインドフルネスもそうですよね。でそういったムーブメントっていうのは、その社会からこうやってくるプレッシャーに対する一つの抵抗運動のようなものではないかなと僕は感じてるんです。もちろんね、もうあまりにも楽天すぎて何も心配しないというのは良くないと思います。だから例えば気象庁から出る警報とかね、それから政府から出る緊急情報とか、そういったものにはもう迅速に対応していただきたいですし、他の情報にもこの吟味して、ね、対応していただきたいと思うんですけども、不必要な不安までは持つことはないんじゃないかななんて思うわけですよ。テレビやネットからこう膨大に入ってくる情報に翻弄されて、この不必要な不安をずっとこう感じていたら、体の中のストレスホルモンが出っ放しになってしまって良くないと思っちゃうわけなんですよね。だから今日はね、バンディ石田、一つ提案させていただきたいんですけど、不安というのは危険から身を守って安全に生きていくためのこの生存本能の大切なものです。でも今不安を感じている人がいるとしたら、その不安は必要な不安でしょうか、それとも不必要な不安でしょうか。もし立ち止まって考えて不必要な不安だと思ったら、不安っていうのはなんか未来への心配からやってくるというのが多いと思うので、今という時間に集中してみませんか。バンディーズトピックス、バンディー石田でした。